お花紙2枚でできる簡単なお花です。よくわかるように色違いを2枚重ねています。2枚重ねたお花紙を8つに折ります。端から適当に折っていってもいいのですが、真ん中に折り目をつけて4分の1ずつ折っています。これを半分に折ります。そしてこのピラピラっとなっていない方ですね、輪になっている方から丸く切ります。で、開いたらこの折り目の部分をホッチキスで留めます。水のりをちょんとつけたら半分に折ってくっつけ、反対側にもちょんとつけます。輪になっている方を下にして、2枚重なっている間に指を入れて、くるっとお花の形にします。ここを貼り付けます。貼り付いたら花びらを剥がしていって、この真ん中の出っ張っているところをぎゅーって押さえつけます。そして花びらをきれいに整えていきます。真ん中におしべを貼ります。丸でもいいのですが、ここではシュレッダーバサミでギザギザを入れています。糊をつけてこれを真ん中に貼れば完成です。簡単にたくさん作れますので、並べて壁一面に貼ってみてください。